よし、ストレッチについて解説したいと思います。通常のストレッチというのは、まあ、立ってやるの、座ってやるのというのがあるんですが、私がやってるちょっとストレッチというのは寝ながら行います。というのは、人間は誰でも赤ん坊の時というのは非常に関節も筋肉も柔らかくて非常に柔軟な状態です。で、まあ、どのような形で寝返りを打っても赤ん坊というのはあらゆる角度に対応できます。というのはもともと我々がそういう体を持っていて、日常生活の、まあ、偏りによって関節が動かなくなったりとか、余分なところに筋肉がついて体の可動範囲がどんどん少なくなっていきます。でそのために、重力に立つと重力が体を引っ張るので結構痛みが出るんですが、寝た状態というのは非常に関連なくなります。それで前のビデオで説明しましたけれども、筋肉の意識を向くんです。そうするとこう寝た状態で筋肉に力が入ってますよね。この状態で動かすのは骨と筋と、まあ、膜、そういったものです。まあ、例えばこう起き上がるといっても、まあ、腹筋を使って上がるんですけども、慣れてくるとこのような液体のような状態になります。こうドラで力を抜いた状態で早くやったんですが、寝返りを超スローモーションで、これは速いです。これの10倍ぐらい遅い速度でやると、体に負担かからず重力を利用してこういう状態だと、まあ、ここまで伸びます。腰が伸びます。ゆっくりやることによって体のラインがしっかり伸ばされていきます。最初はまあこういう状態で右左というふうにやっても構いません。まあ、これが、まあ、ストレッチの方法の一つとしてご紹介します。押す。はい。Leo, finger together.